2024年4月16日、本日のお出かけ。毎度おなじみ、手日記動画でございます。今回は、整形外科にリハビリと診察をしに行きます。しかし、昨日は気温30度でしたが、今日は15度と肌寒い感じですね。身体がついていけませんね。まあ、雨降っているから肌寒いんですけどね。肌寒いってわけではありませんが、右手腱鞘炎の痛みがぶり返してきましたね。以前勤めていた職場で痛めて、しばらくして収まったと思ってたら、亀ヶ崎整形外科に到着です。不調箇所のリハビリと右手腱鞘炎の診察中、右手腱鞘炎箇所に痛み止めの注射しました。これで予定していたのは以上になります。注射マジで痛かったです。数年前手術しましたからね。あの時よりかは痛みないですけど、サポーターつけてないと腱鞘炎痛いですね。それでも夜寝れるってのは良いことですね。寝るときはサポーター外して寝ています。こんなお出かけでなんかすみません。ドライブレコーダー代わりにポラブルカメラつけて撮っているもんで、ただの記録動画でございます。お出かけ終了です。